南相馬市を、から南に向かっています。南相馬市の中心街は福島原発から20キロと30キロのその間に、あります。今この場所は、南相馬市の郊外っていう国道6号線になります。だからあと数キロ行ったところで、どっかで通行止めになっていると思います。そこまで今日行ってみたいと思います。警察の方か自衛隊の方がいて、入ることはできないようになっていると聞いてます。今はその国内退避のは解除されたそうなんですけど、なんか人が見ないなって、思って走ってます。あそこでしょうか。もうここでストップなんでしょうかね。ちょっとこういう、状況です。まあ今人が出てきました。ちょっとアップしてみます。はい、こうですね。ここはちょうど、福島原発のところから20キロという、場所になります。だからこの国道だけでなくて海岸線に行っても道は全てこのように封鎖されてるとなってます。はい、そしたらここで、なんて書いてあるかちょっと読んでみますね。なんだか法により立ち入り禁止、ここより防災法、なんかそうだったでしょうか。ちょっともう一回出るの待ってみたいな。この先、防災法により立ち入り禁止、そういうふうにありました。福島、南相馬市の道の駅から5分走ったでしょうか。でそんな感じで、ここに来ています。20キロ圏内のすぐ外に南相馬の市街地があって、まもなく日が暮れます。ライトの確認してください。多くの人が暮らしています。この辺お家に人がいるかどうかわからないです。
電気がついているかいないか、まだついてる家がないかなって感じです。そうですね、つまりこの辺からも郊外の市街地という感じのにこのように入ってきます。はい、撮影は終わります。あ、やってますね、ビジネスホテルだとか。はい。